でもなんか同じ一族なのに話したことなかったなんて変ですね。本家の羽鳥さんかっこいいって外でも人気なんですよ。なんで抱きしめてくれないのかなって思ってたんだ。人と距離を置いちゃうよね。眉にはやっぱり、あ、そうね、もう大丈夫だよ。